おはようございます。今日は久しに行ってきます。何持っていこうかな。スイムジグで釣りたいよな。気持ちは気持ちはもうめちゃめちゃスイムジグ。あとはね、ジャークベイトいるよね。フェイスがいるね。チャッター1個積んでるからいいか。あとはね、今日は考えてるのは S 字ね。 S 字とあとホバストやな。ホバスト持っていかんとかな。風が強いからね今日は。でも昨日雨が降ったからね。昨日雨が降ったのと今日は風強いから巻き展開で、あと1匹釣れたらいいかな。よくは言わん。風がね、昼から結構吹く予報やから、昼からは巻き展開で行けたらいいかな。あったバストエース、オーバスト。結構水も増えてね、ミネバスもちらほらおるらしいから。今日曇り予報やったんやけどな。でもまた晴れ男のパワーを発揮しとるわ。フェイスなくなったりやからもう一個持っていっとくか。黄色はよし、いいかな。時間内入るかも。よいしょ、こんなもんかな。よいしょ、とりあえずこれで行きましょうか。よし、3週間ぶりかな。久しだもん。だいぶ春は進行したでしょうね。で、水も増えたしね。とりあえず人がおらんから、この辺からやっていくか。ここにな、インレットがもうちょっと濁りが入ってくれてたよな。美味しかったんやけどな。この辺から結構ね、魚が刺してる可能性あるか。どっから音かな。あ、濁ってんな。でも濁ってるわ。静かなホバスとか行ってみるか。インレット作戦失敗か。
ちょっとないすぎる。風待ちかな。おばさんだ。最後に乗った。え？瞬間抜けた。瞬間抜けてるよ。お前が。お前がやな。瞬間が抜けちゃってます。しかも64分の1があんまりないという。そうやわ。今日はなんかいけそうやわ。一匹ぐらいは。ね、いけそうちゃいます。安全に行くか。変えてみようか。ちょっと安全に一匹ついたいかな。ここに5匹はおるやろ。ブラック。よっしゃ。ミドストできた。ミドストできた。おお、でかい。でかいよ。プリア。よっしゃ、プレスポーン。でかい。プレスポーン来た。ほら、プレスポーン。ミドストできた。浅いとこにおったね、やっぱり。ローライトのうちに浅いとこやりたかったんやけど。作戦成功。ばっくり。ラストエースのミドストでした。見て、お腹すっげえ。いいの来た。よし、オッケー。いい匂い。フレッシュな匂いするわ。
ありがとうな。いっぱい卵埋めよう。タイミングやからな、ほんま。バスがポーンって上がってきた時に色がポーンってドーンってくるもんな。その節目節目のタイミングをどう捉えるかかな、自分なりに。天候的要素なのか時間的要素なのか、それともダブルの要素、まあダブルの要素が入ってくるとかね、3つ4つの要素が重なり合って大きな状況変化が生まれたらそれに越したことはないけど、ただ単に休ませたタイミングで入ってくるのか、それはいろいろあるよね。潮なのか、タイミング中の一言では片付けられ。壁際が。おらんか。よし。撤収しよう。撤収しましょう。あそこだけちょっと、あそこだけビッグベイト打ちたいけど。ここぞというところで、で、で、終わり。